はい、どうも、カツボンです。今回はですね、貿易について解説していきたいと思いますが、あんまり詳しい解説はしません。はい。まあ、貿易っていうのはどういう感じでやるのかっていう方法と、一番儲かる方法っていうのを紹介していきたいなと思います。一番って言っても、あれですよ。初心者さんが、まあ、やる感じで一番儲かる方法。もっとレベルが高くなって、まあ、貢献度とか、お金とか、たくさん入手することによって、もっと、一気にね、利益を上げる方法とかあるので、まあ、そういうのは、まあ、後々ね、紹介していこうかなと思います。まずですね、貿易に必要なものなんですけど、馬車が必要なんですよね、馬車。はい、こういうものですね、馬車。これは、貴族馬車というアイテムになります。で、これはですね、馬と同じように、こうやって馬小屋に登録する必要があります。はい。で、こういう風に馬車を登録して馬車を取り出すことによって、たくさん馬車に物をアイテムを入れてね、輸送することができますよというので、これが馬車貿易ですね。はい。なので馬車がなくても実は人力で歩けば貿易っていうのはできます。実はね。はい。というわけでこの馬車を取り出していきましょう。取り出していくんですけど、ちょっと忘れてた。馬車っていうのは馬を接続することができるんですね。で、もちろん馬を接続しなくても、もともとデフォルトで4体いるので、その4体で走ってもいいんですけど、馬を接続することによって、接続されている馬のレベルも上がっていくということですね。なので、ちょっと馬とこの馬車を接続してみたいなと思います。はい。まずですね、まあ、この子、レベル17のこの子を、馬の接続、馬車接続したいので下のところに馬車接続にカーソルを合わせて馬と馬車を選択して接続というふうにします。で、あとこの貴族馬車っていうのは最大4体まで接続することができるので、他にもですね、まあ、この子とかモッコ、あ、モコはもう接続されてる。ファクト、まあ、これ単純にファクトリオから取った名前ですね。ファクトと馬車を接続させますよということで、これにですね、馬車に右上見てもらったら分かるんですけど、4体の馬を接続することができましたと。というわけでこれを取り出していきましょう。取り出すと、こんな感じになります。こんな感じになるんですけど、僕は馬車にいろんな装備をつけてるんで、こうやって屋根とかがついてるんですね。なので、F6 か、 F6 を押して、今このアイテムがついてるんですけど、アイテムを外してみると、まあこんな感じと。で、アイテムをつけると F6 ボタンと自分の I ボタンでアイテムを開いて、車輪ですね。車輪って言っていいのかな。車輪だね。で、あと旗で、車輪のレベルを上げることによって速度を上げることができます。で、旗のレベルを上げることによって防御力を上げるのかな、確かね。防御力を上げることができると。で、膜っていうのがあるんですけど、この膜を、膜でいいのかな、まあいいや、膜をつけることによって馬車に乗せることができる重量を上げることができますと。で、他にランプをつけると周りが明るくなるって感じですね。で、他に屋根をつけることによって貿易してる最中って盗賊が襲ってくるんですね。定期的に、定期的にっていうか、まあ遭遇したらなんですけど、襲ってくるんで、それから攻撃を受けたらアイテムがなくなってしまうんですよね。で、それなくならないように安定性を上げるために貴族馬車のカバーをつけるというわけですね。で、これでまたこうなりましたよというわけなんですけれども、あと馬ね、さっき4体接続したんで4体ともそれぞれ違う見た目の馬になってます。自分が所有している馬ですね、これ4体ともね。はい。で、どういう風に貿易するのかというと、まず所持金は最低でも20万ぐらいで、最高でも50万ぐらい、まあ普通に50万ぐらい持ち歩いてたら困らないかなっていうレベルなんで、まず50万ぐらい持っておきますね。50万、5万、80、100、1000、万、10万、50万だ、50万持っておきます。それでですね、次貿易管理さんにの近くに、ああ、びっくりした、ヌーブルか、
ここですね、貿易幹事さん、ここのハイデルではシウタさんなんですけど、この人に話しかけて貿易っていうのをします。でそしてこれがですね、ハイデルの特産物になりますね。でこのハイデルの特産物をカートに入れるんですけど、これ重量っていうのが重要で、まあどんぐらい乗せることになるのかっていうのは馬車次第で違うんですよね。馬車の大きさ次第どんぐらい乗せるかで変わっていきます。でそれに、貿易物の買えるものもですね、貿易のレベルによって変わるので注意してください。で一番見たいのが単純な、単純にあまり考えなくてもやりやすい貿易の方法なんですけど、相場っていうのを見てもらえれば、相場 70% っていう低い状態ですね。でこの状態の一番なんか数値が低い方が利益が出るそうです。なので僕もあんまり考えずに数値がこのパーセンテージが低い方を買って他のところに売り飛ばすっていうような方法をやってます。はい、まあでもね、この表記方法だったら相場って言ったら単価に対しての相場だから、まあ、利益下がるよって思うかもしれないんですけど、これ下がんないですよね。はい。で、そのまま全て購入します。今ね、ハイデルカクテルドレスっていうのを4個全て購入しました。で、全て購入。はい。で、馬車を近づけることによって、馬車に自動的に入るようになります。で、右下見て、右下ですね。搭乗物の空き容量、662リットル。ってことで残り660リットル入るんですよ。なのでオユンのドラゴンの像、これ4つは入りますね、確実に入りますね。うん、入んない、7リットル足らない。なるほど、4つ入らなかったんで3つ入れて購入します。はい。で160リッターになりましたよと、残り160リッターですね。でこういうのを小物とか、ワインですね。これワイン1個購入して、はい、残り52リッター。一番重量がないのなんだっけ？あ、これですね。これ、願いの盾穂？盾穂？これが、カーソル合わせたら43リッターっていうのになってるんで、43リッターなら1個買えますねと。はい、いうことで残り9リッター。残り9リッターで買えるアイテムがないので、このまま行きたいと思います。で、これでですね、はい。馬車の中に、このようにたくさん荷物を積むことができましたよ、というわけで、貿易っていうのは、この今購入したところから、一番遠いところに売れば、もちろん利益が出るようになってます。移動バフっていうのがついてね。なるんですけど、今回はケプランに行きたいので、ケプランにカーソルを合わせて、オートランにしますね。で、Tボタンで、そこまで自動的に行ってもらおうというわけですね。貿易の楽なところってオートでできるんですけど、まあその面が一番でかいのと、あと一気に運が良ければ一気にお金を集めることができるっていうのがね、一番いい点かなと僕は思います。運が良ければだけど、まあその運っていうのが後の紹介するんですけど、はい、こういう感じでね、何もせずに待っておきますよというわけでカット。はい、というわけでケプランの貿易管理のところまで来ました。でこういう風にね、馬車をこの貿易管理さんに近づけて話しかけて貿易というボタンを押します。それでですね、まああの今ハイデルからドレスとかいろんなものを買って持ってきました。でこれを今から売るんですけど、そのまま全て売却をしてしまうともったいないんで、全て売却の左側にある価格交渉っていうものを行います。でこの価格交渉をクリックして、ちょっとミニゲームがあるんですけど、例えばこうやって右のように叫ぶとか、あとおだてるとかいうのがあるんですけど、この天秤を真ん中に合わせることによって価格交渉が成立っていう風になるんですけど、これ何回もね繰り返さないといけないですね、成功するまで。でちなみにこれが成功しやすくなるための服っていうのがあるんですけど、それ僕が持ってき忘れたんですよね。はい、成功しました。駆け引き成功ってなって、この真ん中のボタン全て売却っていうことを押すことによって
普通のすべて売却よりも高い値段で売却することができますよということで、すべて売却していきましょう。ちなみに先に言いますが、一番最初に50万しか持っておりませんでした。で、ハイデルで21万9538円しか残りませんでした。で、ここからどうなるか、50万より増えればその分利益ということで、利益は42万円という風になります。で、これだけ見るとちょっと利益あるんじゃないかと思うかもしれないんですけど、これはですね、貿易レベルが8なので、まあ、それなりにいいアイテムを貿易できるということで、貿易レベル、利益が高いんですね。で、ちょっと運が悪いな。もう一個方法があって、貿易の方法っていうのがあって、何かというと、まあ、それを今回紹介したいんですけど、釣り金策同様ですね、皇室貿易っていうのが存在します。実はこうやって町同士の貿易よりも皇室貿易っていうやり方の方が一気に4倍ぐらい儲けることができるんですね。4倍は言い過ぎたな、2倍以上ですね、2倍以上。はい。で、どういう風にするのかっていうと、まずキーボード左上のエスケープボタンを押してですね、貿易情報っていうのを開きます。で、これに出てきた内容を読むんですけど、まずセレンディアですね。セレンディアはカルフェオンだから、ここですね、セレンディア、ベリア村があるところですね。このセレンディアが、セレンディア自治区ね、これ左上のセレンディア自治区が、ベリア村の鶏肉とかを欲しがってますよ、という風に出てるんですよ。つまり、ベリア村のものをセレンディア自治区、つまりハイデルに持っていくことによって、特別な金利で買い取ってくれると、アイテムを買い取ってくれるというわけなんですね。で、本来であればさっき見たところ、ケプランとカルフェヨンとかが皇室貿易だったんですよ。なのでわざわざ今ケプランに売りに来たんですけど、ちょっと無駄でしたね。一応ですね、皇室納品っていうのは3時間ごとですね、6時、9時とか12時とか、まあこの3時間ごとにリセットされます。はい、釣り貿易もリセットされて、貿易もリセットされます。なので毎回3時間ごとにこの貿易情報が変わる可能性があるんですね。可能性なので毎回変わるわけではありません。てか、ほとんどの確率で変わらなかったりします。はい、というわけで、ベリアの貿易管理人はここなんで、ベリアにチェック入れて、ベリアに戻るまでカット。はい、というわけでベリア村まで着きました。で、ベリア村の貿易管理人さんバハールさんですね、この人に話しかけていきますね。で、貿易をクリック。で、これ王冠のマークがついているのが皇室納品できますよっていうアイテムになります。皇室納品進行中括弧セレンディア料っていうことで、ハイデルに売りつけることによって高く買い取ってくれるっていうことですね。はい、で、今回高く買い取ってくれるチキンとか買っていこうかなと思います。とりあえずチキンを買えるだけ買うと、残り200何個か、スロットルがないため、あ、今20個買ったか、あ、言い忘れたんですけど、馬車にも一応スロットルがあります。はい、アイテムを何個入れることができるかですね。で、上限は20ですね、貴族馬車はね。で、今購入したので、このままベリア村に売りに行くんですけれども、で、こっからが重要なんですよね。普通の貿易管理人に売ったら普通の値段でしか買い取ってくれないので、はい、ハイデルの貿易管理人さん、この人ですね、この人行きます。はい、こうやって貿易していくんですけれども、貿易の最中にこういう風に
盗賊のマークが出てきます。この赤色のやつですね、真ん中の赤色のやつで、このマークと接触してしまうと攻撃を受けてしまいます。攻撃を受けてしまうので、その場で戦うか、そのまま走って逃げ去る必要がありますね、バシャルね。で、ちなみにこの貴族馬車っていうのは一応取引所でも取引はされるんですけど、あんまり出回ることはないかなと思います。貴族馬車ですね、だいぶ値段下がってますね。貴族馬車、これを購入すれば、まあ今私が使っている馬車と同様の馬車を使用することができるんですけど、馬車の種類的にはですね、簡単に作るというか、まあ取引所で取引されるものの中で一番いいのが貴族馬車になります。で、これよりあともう一個上に上位の、ペリドット馬車っていうのが存在するんですけど、これはですね、マップの左下のカーマスリビアのグラナですね、グラナで自作する必要がありますね、そのペリドット馬車っていうのは。で、ペリドット馬車のいいところっていうのは、普通の馬車と違って寿命がないので、いくら使っても寿命が減らない、もう永遠に使えるアイテムとなっています。で、それプラス貴族馬車よりもはるかに多い積載量を誇るというわけですね。はい、というわけでハイゼルに着きましたが、ハイゼルの貿易管理人さんのところには行きません。このまま貿易管理人さんのところをスルーして、ハイゼルの下の方、まあ馬がたむろってますね。まあこういう貿易が好きな人っていうのはやっぱりこういうのしっかりね、皇室貿易の方をしっかり見るので多かったりしますね。はい、ここ皇室、左皇室御用達ですね。皇室御用達の方に話しかけますと、で皇室納品をクリックすると、さっき購入したアイテムもこの人に売ることができますよと。で、見てもらいたいんですけど、相場が 250% まで上がってくれますよというわけですね。あ、プラス移動バフが一応つきます。移動バフはつきます。いや、移動バフつくんだったら、はい、移動バフがつきますけど、250% なんで、わざわざ移動して遠くに売るよりかは近場をめちゃくちゃ行き来した方が利益が出ます。はい、で、ここも価格交渉ができるので、今大雑把に言うと所持金80万円となっています。で、価格交渉をして、成功、全て売却すると80万からいくらになるのかというと、はい、50万円なりましたね。さっきはハイデルからわざわざここまでのケプランまで移動して50万円の利益だったんですけど、今回はこの短い距離、半分の距離でベリア村からハイデルに輸送することによって50万、同じ利益が出ることができましたというわけで、こういう風にね、皇室納品で一気に利益を上げることができるっていうわけですね。で、ましてやさっきより安いアイテムを買い取って売ったので、本来だったらもっともっと利益があるんですけれども、今回ちょっと適当にしてしまったんで50万という風になりました。これがですね、まあ馬車での貿易の一番大きなね、利益かなと、一番稼ぎやすい方法かなと思います。はい、というわけで一番最後のおさらいなんですけど、皇室貿易をすることによって普通の貿易よりたくさん利益を取ることができるというわけですね。で、その皇室貿易のやり方は、エスケープボタンを押して皇室、貿易情報を開きますと。で、このセレンディア自治区とか文字が書いてあるところは、このアイテムを欲している場所ですね。はい、なのでセレンディア自治区ハイデルでは、ハイデルではこのベリア産のチキンとかワインが必要とされているので、ベリア村でチキンを買ってセレンディアハイデルでね、売り飛ばせば、ハイデルのこの皇室御用達さんで売り飛ばせばかなりの利益になりますよというお話でした。で、もちろん皇室納品もですね、こういう風に拠点接続っていうのが必要になるのでご注意ください。というわけで、今回はね、こう馬での、馬車での貿易について簡単に解説させていただきました。
本来ですともっと敷き詰めると相場がいくらであそこに売ったら相場がいくらになるからもっと売れるねとかそういう考えをしながら売る方もいたり、例えば、こうやって貿易人から買わなくてもその町でねアイテムを作って、でその作ったアイテムを他の町の貿易のところに売るとか、まあ、めちゃくちゃ上級な方がやるのはそういうやり方ですね。労働者を使って街中でアイテムを作って、そのアイテムを他の村に売りに行って利益を得るというやり方があるんですけど、それも後々紹介していこうかなと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価チャンネル登録の方お願いします。それではバイバイ。